どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は娘の話いきたいと思います。ということで、今リビングに娘と二人っきりでおりますが、さあリクちゃん、ほれお水こっちだよ。リクの、これ父ちゃんだからね。いや、指でツンツンして飲むと父ちゃんの水にリクの指がいっぱい入って、父ちゃん飲めないんですけど。というわけでね、あれですよ、もう多分これが最後ですね、娘の会っていうか。もうこれから大きくなって、すでにこうやって喋ってることにもちょっと疑問みたいな顔してるんですけど。まあ、今2歳9ヶ月なので、まあ3歳はちょっともう無理かなっていうか、まあ一応これ内緒でやってるんですよね、妻には。 なので 多分言っちゃうと思うんだよね、これから成長しちゃうと。まあどうしても娘がやりたいとか言ったらまた復活するかもしれないですけど、それはまあずっと先の話で、まあ、これも続いてんのかっていうことになってくるんで、まあ多分これが最後になるかと思います。まあ一応記録というか、僕は SNS とかそういうものには、娘、まあ家族ですね、の感じをこう写真で出したりとかあんまりしないので、伝えたりはするけど、景色の写真だったりとか、なので顔出しとかももちろんないし、まあ今この音声でも写真は後でこう撮るつもりだけど、こう見えないように、後ろ姿とかそういうとこはいいとは思うけど、まあ一応、まあそのこだわりについてはいつか話します。なんでそうしないのかっていうこと、別にそうしてる人を否定する気は全くないんですけど、僕はまあしないという感じで、ちょっとね、まあ声ぐらいは別にいいかなって思ってるんですよね。ということで、ちょっと喋っていきたいなと思います。リク、コップでちゃんとゴッゴッゴって飲まなきゃ。爪ツンツン、爪っていうか指でツンツンして飲むなんて教えてないけど。何、楽しくなったのか、それで飲むのが。ちゃんと後で拭かなきゃね。これ拭き、これ置いとくからちゃんと拭いてよ、自分で。よいしょ。おちゃん、こっちで飲むからね。よいしょ。何して遊ぶ、リク。何して遊ぶだ。これから、今から、その水飲み終わったら何して遊ぼうか。飲んでおります。最近買い物ごっこ覚えたもんね。何って 最近ハマってるでしょ。ばばから500円もらって、まあばばっていうのは僕の母親ですけど、本物の500円をもらって、そっからね、僕が「じゃあそれで買い物してみるかい?」って言ったら、なんかハマっちゃったんだよね。 準備しだした。 買い物かごを持って、いいよ。おもちゃの野菜、フルーツなどを、今入れております。何にしようかなーって、何買おうかなーって。選んでおります。大体パターン決まってんだよね。 まあ、本当成長って面白いですよね。こうやっぱ娘を間近で見てると、その言葉の成長だったり、まあ、身体的な成長だったりとか、まあ、だからこっちはもう子供って決めつけてこう、まあ、見てる、まあ、もちろん子供なんだけども、記憶力だったりとか、なんかそういうのをこう見せつけられるとすごくびっくりする。あ、もうそういうふうに思えるようになったかとかね、そんなことを覚えてたのとか、そんな
一つ一つの、まあ、仕草だったり言動に感動したりしますけど、はい、いらっしゃいませ。持ってきたね。これでどかすか。あ、ちゃんとねお金が入る、やつも用意したから、それを持ってきて、はい、じゃあこれ買うやつですね。はい、あれ言わないの、いちごが一つ、お一つ、ピーマンを一つ、トマトを一つ、はい、スイカを一つ、スイカを一つ、ピーしてピッ、はい、ピーしてるよ、ピッピッピッ、はい、あとはキャベツを一つ、はい、キャベツを一つ、ピッ、みかんを一つ、みかんを一つ、ピッ、人参を一つ、人参を一つ、ピッ、パインを引いて、パインを一つ、ピッ、しいたけを引いて、しいたけを一つ、ピッ、バナナを引いて、バナナを一つ、ピッ、はい、これで全部ですね。はい、カゴこっち置いて、じゃあこちら全部で、1500円になります。そこへ1000円はあの おもちゃのっていうか、なんか家にずっとあったんで、それを、はい、ここのお金入れるとこに受け皿に、そう、1000円とあと500円あるかな。このポケットにあるんじゃないの、買い物か、買い物袋の、ほらありました、本物の500円です。はい、じゃあちょうどいただきます。じゃあこちらの買った商品はそちらの袋に入れて持って帰っていいですよ。はい、入れれるかな、よいしょ、はい、うん、誰が入ってて、うん、店員さん、お店の人、その人、うん、いいよ、お店の人はちゃんとお客さんがちゃんと買い物できるようにね、やってくれるんだよ、うん、そう、困ってる時は助けてくれるのさ、誰が困ってる時は助けてくれる、お客さん、誰がお客さん、今はリクがお客さんだな。リクがもし入れ袋に入れるのに困ってたら、袋を入れやすいように支えてくれる、それも店員さんの仕事。そう、全部入りましたね。これはいいよ、お店のところに置いとくから、はい、しゃ、片付けに行ってくれるの、素晴らしいお客さんだ。はい、ありがとうございました、またお越しくださいませっていう感じでね、やるんですよ。買ってきた？買い物終わった？誰か買い物終わったって言った？父ちゃん、もう父ちゃんは店員さんじゃなくて父ちゃんになりました。家に帰ってきたの？リク、家に帰ってきたら、ただいまでしょ、ただいま、はい、おかえり、お、買い物行ってきたの？お、何買ってきたの？こんな感じでね、あの普段妻がいるときは妻があの家にいる役みたいな、でリクが買ってきたよって言って、これ買ってきたのってなるんだけど、今日はいないから父ちゃんが一人二役やります。はい、何買ってきたのかな、スイカと、取って父ちゃん、あ、父ちゃん取っていいの、あ、スイカ買ってきた、ピーマンと、お、バナナも、人参、お、もりもりだ、みかん、お、パイン、いちご、もうフルーツ好きめ、トマトも好きだね、キャベツ、よし、あとは、よし、これだけだね、買ってきたのはね、よし、あ、しいたけ忘れてた、ちっちゃいから、しいたけ忘れてたね、じゃあこれ食べましょうか、ね、はい、じゃあスイカ食べましょうか。はい、はい、切って、あむ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 、プップップ、ちゃんと種取ってるね、うん、種を飛ばして、はい、いちごは、はい、あむあむ、おいしい種、おいしい種、いちごは種食べれるからな、うん、あむあむ、トマト、うん、種も美味しいよ。うん、そうだね、食べれるね、一緒にね。食べれ
うん、はい、アムアムアム。種あ美味しいね、うん、まあ、種が美味しいっていう感覚はあんまないけどな、うん食べれるよ。何が食べれる？トマトの種も食べれるよって。うん。あんあん。人参です。葉っぱ食べたいください。はい、父ちゃんのね葉っぱのとこ。あんあんあん。うん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 。キャベツ。あんまあんまあんま。パイナップル。葉っぱは食べれないよ。パイナップルはね、うん、はい、葉っぱのところも。父ちゃんな、はい。うん。うん。椎茸あんまあんまあんま。父ちゃんにもどうぞ。はい。あんまあんまあんま。はい、バナナですね。バナナはムキムキしなきゃね。葉っぱ取ってねって。あ、こっちはみかんだな。はい、みかんの葉っぱ取ってプチッ食べれないからな。あんあんあん。今日はアンパンパン買わなかったんだね。今日はアンパンパン買わなかった。うん、そう、アンパンパンがあるんですよ。アンパンマンはアンパンマンで普通に人形としてあるんだけど、パンとしておもちゃであるんですよね。アンパンマンの顔したパンが、それをちゃんと言い分けてるというか使い分けてるんですよね。パンの方はアンパンパン、あっちの座ってる方はアンパンマン。何そう、そうそうそう、あれはアンパンマン、あっちのパンの方はアンパンパン。うん、別にこれ言ってないけどね、リク自分で勝手に使い分けてたよね。誰が使ってた？誰か。誰が？うん。リクな、何のアンパンマン使ってた？うん。使い分けてた。あっちはアンパンマン、こっちはアンパンパン。アンパンパン。うん、そう。で、まあ今あれですね。まあ結構前からですけど、何がとか。なんでとかこうすごい疑問、いろんなことに疑問を持つようになったというか、今それが口癖みたいな感じですね。自分が今言ったことに対してこっちが同じこと言うと何があって、いやさっき言うたやんみたいな感じで突っ込むんだけどそう、そういうのがあったりします。というわけで、まあそんな長々とね、娘の遊び音声を流すのもあれなんで、まあちょっとでも今この時期はこんな感じだったっていう、まあ記録みたいなものがあればいいかな。カレーパンマン持ってきたの？はい、っていう感じで、まあ前回がちょっと、コメントもいただけて、好評だったので、視聴回数はともあれ、はい、また残してみました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではさようなら。テレビさようならって。父ちゃん。リク、バイビーって。バイビー。バイビーって。誰にバイビー？うん？世界のみんなに。